夢が溢れる地球以外への移住計画。NASA は火星を模した居住空間を作り、人が暮らせるかを研究し続けていた。そしてこの度、その実験を決行するため参加者を募っている。参加者にはなんと、報酬900万円。ワクテカが止まらない内容だ。詳しく見ていくしかない。NASA、火星環境に1年間住む人4名を募集中。報酬は900万円。このスレの初めには NASA が火星のシミュレーション空間で、1年間暮らす人を募集し始めたというニュース記事が貼られている。2024年4月2日まで募集していて、参加者は火星を模した158平方メートルの空間で生活するようだ。ちなみに30から55歳の米国人であることや、生物学などの分野で修士課程を修了していることが参加条件のようだ。子ちゃんが使えてシャワートイレがあるなら余裕だぜ。もう20年引きこもって過ごしてきたし。自宅に引きこもるのと一緒にしているスレミンもいるが、採用は宇宙飛行士の選考基準に沿って行われることを忘れてはならない。リアルマットデイモン。アメリカにしては報酬安くね。それは思った。このシミュレーション生活に支払われる報酬は時給10ドル約1500円。約1年間の合計で900万円ほどになるとのこと。アメリカでの給与の例を挙げると、アメリカスターバックスが定める2024年時点での時給は18ドル以上約2700円。カリフォルニア州のファーストフード店員の最低賃金は20ドル約3000円。そう考えるとこの報酬に違和感を感じるのも無理はないだろう。その後の就職を世話してくれるならやってもいい。私が火星嫌いって知ってるでしょ。やる？ LINE して。安くてはロチ。何かあったら即、だから怖がる必要ないぞ。シミュレーションだぞ。ミスタービーストの方が報酬くれそう。2000万くらいは欲しいな。お前ら孤立には楽勝耐えられるけどな。シミュレーションじゃん。しかも寝る時間は金にならないとかケチくせえ。この計画はあくまでシミュレーションなので、火星に似せた空間で生活することになる。参加者は自分で居住空間のメンテナンスをしつつ、作物を育てたり運動したり、VR コミュニケーションや研究など様々な活動をするのだ。アマゾンの本林余裕やろ。条件の割に安すぎるだろ。まあでも最初に火星で生活したって実績だけで一生食ってけるだろ。火星っぽい体育館だけどいいの？じゃがいも栽培もあるのか。火星、じゃがいも栽培とくれば思い出すのが映画オデッセイ。マットデイモン演じる宇宙飛行士が火星に一人取り残されてしまい、4年後探査船が来るまでの間、あらゆる手段を尽くして生きる様子を描いたサバイバル SF 映画だ。話の中で主人公が試行錯誤しつつじゃがいも栽培をするシーンも印象的である。ニュースからこの映画を連想したスレミンも多く、スレ内では時折オデッセイネタが飛び交っている。地球で火星のシミュレーションとか意味あんの？これ安すぎだろ。ゼロが一つ少ない。1年間で900万円貯まる。寝てる間は報酬は発生しないのか、ただでさえ閉じ込められているのに。つまり寝なければ増額か。冒頭のニュースの文中には空間で起きている間と書かれている。睡眠中の報酬は発生しないと取れるが、詳しいことはわからない。アメリカのラーメン代考慮すると900万って安くない？何気に高学歴でないとあかんし。アメリカのラーメン一杯の価格は日本円で2000から3000円ほど。チップを含めると店や時期によってはそれ以上になることも。そういう外食事情を考えても、やはり1年で900万という報酬は安いのではということだ。また参加者は宇宙飛行士の選考基準に沿って行われるため、学歴だけでなく運動テストや定められた分野での実務経験などが求められるという。向こうはラーメン一杯5000円。日本だと180万くらいの報酬だね。日本のフランス料理価格を基準にフランスの賃金を計算してるのと同じ。寝ているだけでスキルがいらないから安いのか。下級民の命は安いな。って終始でこれかよ。じゃがいもと70年代ディスコミュージックがあればなんとかなる。クルーの子必要だよ。SF 作品だと入植者って大体はろくな目に合わないからね。いいなぁ。日本人ダメなのか。Y は多分1年間一人余裕。そしてブームの世界が現実に。時給1500円って日雇い未満だろ。1億でもいかねえわ、絶対、ぬ。マグロ漁船乗るのとどっちがいいかな。こっちの方がいい。バイオスフィア2の話面白くて読んでるから。バイオスフィア2はアリゾナ州の砂漠に建設された施設で、ここでは地球に似せて人工的に作られた密閉空間の中で生活する実験が行われた。人工的に環境を作りその中で暮らす点では同じだ。資金不足で物資の供給ストップとか普通にやってきそうなのがアメリカ企業。火星移住するよりも砂漠、南極で自活できるようにした方があらゆる面でメリット大きそうだが。安くね？楽なんかな？片道切符いいから行きたいわ。火星に1年住むなんて生きて地球に帰れる気がしないわ。金もらったところで、どこで使うの？
ニューヨークとかサンフランシスコでは生きていけない年収じゃん。稼いだからいいの？インターネットできるなら余裕だろ。稼いからごちゃんできる？まぶたにマッキーで目を描いとくか。そんな古典的なやり方で、NASA の目を欺こうとしているメンバーがいたら、ぜひ多めに見てあげてほしい。ごちゃんとアマプラあったら余裕なんだがさすがにないか。火星と同じ環境なら、ネットの読み込みに9分、Amazon の配達に半年はかかるぞ。Amazon の配達が半年で届くというソースがどこにあるのか、ぜひ説明してほしい。NASA も予算削られてるからな。仮想施設とはいえ随分安くないか。安、せめて900万ドルにしろ。シミュレーション空間に1年間監禁で起きている間時90ドル。安くね。まあ、多分に割と狭い空間だろうから過度の運動とか強いられることはなく肉体的には負荷は少ないんだろうけど。ダラダラして報告書あげるだけでもなく常に監視されてデータ取られてって生活ってところか。全くメリットねえな。火星に住む疑似体験ついでに最低賃金払うよって感じか。生き返りだけでも命を落とす可能性がそこそこあるのにその上監禁生活でたった900万とか日本かよ。よく読めよ。火星生活のシミュレーション。地球で生活していいんだよ。まだ火星に人類が到着するのはまだまだ何十年も先だよ。こういう地味な基礎研究こそ日本がやれよ。年1000万なら数万人単位で志願者出るだろ。やっす。3000万くらいあってもいいのでは。衣食住込みで900万だからね。ああそうか生活費かからないか。じゃあ2000万で。シミュレーションと書いてあるのに火星に行くと思ってるが、字ばかりやん。俺らが生きてる間に月にすら滞在できるか怪しい。ネット環境あるんなら行ってもいいな。仮にあったら低速で数分遅れかつ全内容監視前提だな。火星なんだから。NASA が過去に行った同様の実験では、外界との接触は E メールのみ、火星とのやり取りを想定し20分遅れの時差を設けていたという。向こうの時給って5000円だろ。安すぎねえか。それなりの額があるやつが1年棒にする額じゃないな。ゲーム、漫画、アニメ、動画が大量にあるなら余裕。1年900万。リスクに対して安すぎないか？だから実際の火星に行くわけじゃないって。まだ火星に人類を送れるほど宇宙技術は進んでいないから。中国だったらいきなり火星に人を送り込みそう。修士課程終了か。お呼びですらなかった。帰ってきたら謎のウイルスでパンデミックかな。ええやん。安い気がするけどロマン全振りの人しか応募しないだろうから金額は問題じゃないんだろうな。日本でもやらんかな。年収より安いって誰がやんの？ネットがあればどこでもいいよ。これはむしろ金払ってでもやりたいもの好きいるだろう。衣食住込みでも安いだろ。もう一桁増やしてやりなよ。アメリカなのにケチだな。1日8時間睡眠でそれ以外の時間に時給出る計算ってなんかせこくね。でも日本でこの条件で募集すれば行くわ。どうせ何もすることないし、ぼっちだし。158平方メートルに1年間ってガチずっとだったら辛くね。入りっぱなしじゃないのだろ。それだったらさすがに安すぎる。休日があって外出もできるだろ。しかも睡眠時間は給料でないなら基本的に外に出てホテルに宿泊しても文句言えないはず。拘束するなら24時間分の給料を出さないとおかしい。詳しい内容はまだわからないが、今後また情報が出るかもしれないので気になる人は調べてみてほしい。ただし食費は自腹です。とかだったら笑う。時給1500円で刑務所より辛い生活すんのかよ。将来的には衛星やステーションを火星航路上に置いて地球からかステーションからのデータ送信で火星上に 3D プリンター建築するんだろ？機材や資材を運ぶところまでまだまだ時間かかりそうやな。生きてるうちに火星に人類待ってのを見たかったのに。だったら、すべての材料のデータを入れた USB メモリー一つ持たせた方が金もかからなくてよくない？実際、資材の問題は火星に人が足を踏み入れる上で大きな課題となっている。逃げ場所にはいいかもしれん。嫌な予感しかしない。アメリカで修士まで取った人間をそんな安給で雇うのか。アメリカで年収900万円って平均以下だな。しかもこれ終わったらまた仕事探さなきゃいけなくなる。アルバイトみたいなもん。俺は閉所恐怖症だから無理だわ。そもそも何で火星に住む必要性があるんだ？人類のバックアップだよ。地球がダメになった時の保険。初期の人間は地球に帰ってこれる技術がないから一生火星に住んで環境を整える仕事をすることになるので、その実験。テラフォーミングといって、地球と似た環境に作り変えることができれば第二の地球として利用できるかもってこと。現状ではかなり難しいけど。火星大気をなんとかしないと近所のお散歩ですら宇宙服装備しなきゃならんのは辛いな。無理だわ。むしろ月に水を持ち込む方が早い。地球は温暖化と言ってるが水没都市にしようとしないのがわからん。
砂漠を海にするともっと雲が増えるはず。たまにエイリアンみたいなのに襲われるんだろ。恐怖との戦いで睡眠取れなさそう。これはシミュレーションだからいいけど、本当に火星に行ったら多分生きてるうちに帰ってくるのは無理だし、現地で何かトラブルあったら、でしまう可能性が高い。火星にいたら報酬1億円でもどうせ使い道ないから、金目当てで行く人はいないだろうな。シミュレーションやし、人類が火星行けるのって何百年後だよって感じ。月にも行けてないのに。アニメみたいに大型の宇宙船作ってからだな。マクロスかトップを狙えかシドニアかメガゾーンか、とにかく居住空間を確保せんと。衣食住はただなんだから実質2000万。収支で応募する人ってもはや自分を実験体に使ってほしいまである人で、生活困ってない人くらいだろうな。引きこもりの転職。他の3人とは濃密な時間を過ごすんだぞ。火星の閉鎖空間に男4人。何も起こらないはずもなく。火星よりも金星の方が第二の地球になり得るんじゃないか。金星は地球とほとんど同じ大きさ。ただし硫酸の雨が降り、濃密な大気によって90気圧あり、気温は400度以上になるけれど、大気が豊富にあるってことは人間が住める環境に改造しやすいんじゃないだろうか。前に何人かの男女を完全隔離して生活させる実験してたけど失敗してたよね。とりあえず一番近い月にまともに着陸できるようになってからだな。コチトラ線路脇のワンルームに20年も住んでんだ。火星より厳しいだろ。何らかの理由で人が地球で暮らせなくなった時、気温や放射線量などの観点から火星は移住先の有力候補だという。いつかこのシミュレーションが役に立つ未来が来るのだろうか。続いては宇宙飛行士について深掘りしてみよう。多くの人の注目を集める存在だが、もちろん簡単になれるものではないし、予想がつかない危険とも隣り合わせだ。正直、お給料事情も気になるところではある。ほう、宇宙飛行士の給料。月収30万円。命張ってるのにこれはかわいそう。さすがに任務中は危険手当あるよな。日本の宇宙飛行士は宇宙航空研究開発機構 JAXA の職員であり、給与は JAXA の規定に沿って支払われる。過去の募集要項には30歳で月給約32万円、35歳で約36万円とある。また、年に2回のボーナスに加え宇宙飛行士手当として特別な手当が支給されるとのこと。経験や勤務年数が長くなるほど給与も上がる点は一般的な会社員と同じだ。別にいいんじゃね。基本的にただの軍人でしょ。JAXA で働いてた知り合いいるけど、宇宙飛行士も普通の公務員の給料だって言ってた。そりゃ優秀な人材は日本から出ていくわな。英語話せるの最低条件なのに、なんで JAXA で低賃金で激務しなきゃいけないんだよ、わら。待機期間とか訓練期間ももらえるなら。その理論なら各国の軍人も高待遇にする必要があるが。まず激務なのか。JAXA のサイトに書かれている情報によると、実際に宇宙に行くのは5から10年に1回程度。普段は地上から宇宙で仕事をしている飛行士をサポートしたり、装置の開発や今後の計画など様々な業務を行っている。また特定のミッションのために訓練を積んだり、宇宙での活動について広めるべく講演会やメディア関連の仕事もある。地上でもその業務は多岐にわたり、とても忙しそうだ。まあでも手当が違うからな。30万でも実質50万くらいもらってる感じになるよ。50万って、月収200万円は最低ラインだろ。NASA の宇宙飛行士も年収700万から1000万しかもらえない。経歴や学歴によるところも大きいので一律いくらということはできないが、各国のざっくりとした平均年収をまとめている記事があったので紹介しよう。まずアメリカ NASA の平均年収は約1000万、日本の JAXA は約800万から1000万、ロシアのロスコスモスは約1500万、そして注目したいのは中国の CNSA、こちらは約3000万とのこと。ちなみに JAXA が公開している年収概算によると、年収1000万に届くには実務経験が30年近く必要との結果が出た。ただし手当や福利厚生は充実しており、特に宇宙での作業にはそれなりの手当がつくようだ。やりがいがありすぎるからな。なんならもうちょっと安くてもまだ優秀な人が来る仕事。お金払ってでも宇宙に行きたい人がいるんだぜ。そりゃあ月30万で宇宙行きたい人なんていっぱいいる。中国の CNSA は年収3000万円だってさ。バカバカしいね。毎月打ち上げられるわけじゃないし、そんなもんだろ。宇宙行くのに100億出す人だっているわけだし。ただ働きでもいいから宇宙飛行士になりたいって人はいるだろうな。あれだけ金かかった訓練受けさせてくれて給料までもらえるのはすげえだろ。やりがい重視が本当の意味で成立する珍しい業種。ロケットが打ち上げられるタイミングでニュースで見る程度だったが、こうして知ってみると少し身近に感じられる。お金だけではない、相当な志を持って目指す職業であるのは間違いなさそうだ。次も引き続き JAXA 関連のスレを紹介する。そう、
JAXA 宇宙飛行士募集。学歴不問。プリンストン大学とハーバード大学出身が合格。2023年2月、JAXA の宇宙飛行士選抜試験に応募した4127人のうち2人が合格、新たな宇宙飛行士候補が誕生したと発表があった。一人は世界銀行に勤める40代男性、もう一人は日本赤十字社に勤める外科医の20代女性だ。今回13年ぶりに行われた選抜試験では、これまで必須だった4年生大学卒という条件をなくし学歴不問としている。このスレでは学歴不問でありながら合格者は高学歴である点について触れていく。訂正しておきたいのが、スレタイトルにはハーバード大学とあるが、公表されている略歴によると合格者2名が卒業しているのはプリンストン大学と東京大学のようだ。くさ。強い。結局学歴ある奴が優秀なことが証明されたな。そらそうよ。低学歴イライラしてそう。英語ペラペラが大前提やし、宇宙で何の研究するかやから、さらにそこに専門技能持ちじゃないとあかんし。足切りはしないってだけやな。しゃあない。スタートラインに立たせてあげるってだけの話やからな。そもそも宇宙をプカプカするのにそんな高い能力いるの？最低限英語はできなあかんし、物事を覚えるノウハウがいるから結局ええとこに行くやつが残るんやろ。宇宙飛行士は他国とコミュニケーションを取る機会が多く、高いレベルの英語力が必要だ。また国際宇宙ステーション ISS での任務では物理学、医学、生物学など多方面の知識を使った実験も行うため、その知識や実務経験も求められる。特殊な環境ゆえの身体的な適性も必須だ。調べたら他の女宇宙飛行士も慶応卒と東大卒やったわ。実務経験って具体的に何？コンビニバイトとかでもいいの？宇宙でいろいろ実験するのに何の脳もないやつ送るわけないんだよな。本当に私服で来るやつされた感じ。草。宇宙兄弟の試験編もエリートばっかやもんな。応募してもいいよってだけやん。この二人に勝てると思っとるんか？こいつらに能力で勝てる低学歴おったら連れてこいよ。あんな集め方するならもう少し夢のある人選しろよ。一人くらいフリーターとか入れてもよかったやろ。フリーターなんかも、かす無能やん。足切りはしないよってだけやろ。受かった人がたまたま超優秀だっただけや。経歴不問なだけでエリートが来たらエリート採用するに決まってんだよな。今回の募集要項では学歴不問に目が向きがちになるが、他にもこれまでの選考基準と異なる点がある。自然科学系での実務経験という要件を外し、その他の分野でも3年以上の実務経歴があれば応募できるように変更されたのだ。実際、選抜試験に残った10人を見てみると、営業やコンサルタントという職歴だったり、文系出身の人がいたりとこれまでにはない多したようなメンバーだったようだ。JAXAって給料安いんやろ？医者とか辞めるやつはやりがいを求めるのか。そら何にもできんやつを宇宙に連れて行ってもしゃあないやろ。親ガチャもあるやろうけど努力のやり方を知っているのは高学歴の方が多いやろ。観光しに行くわけじゃないから当たり前て行き。英語できて優秀なやつってなると結局こうなるよな。まあ高い金使って打ち上げるんだからば、なんか乗せられんやろ。弱者男性は宇宙飛行士になれへんの？JAXAなのに？条件を設けずに優秀なやつ募集した結果、優秀なやつは来歴も優秀やったわという当然の帰結。なんで何人移民を宇宙飛行に採用してくれないの？ワイじゃダメ？宇宙飛行士って意外と医者が多いんやな。宇宙空間で医者おった方がええからか？宇宙行く目的が医学の発展なとこあるんちゃうか。ISS では医学分野に関わる実験も行う。その結果から医学の発展につながり、我々の日常にも還元されるのだ。今回の合格者もそうだが、過去にも医師から宇宙飛行士に転身した方は何人かいる。こういう人って優秀すぎてついでに学歴もあるだけやろ。学歴で取ってるわけじゃない。宇宙空間で引きこもりになると肉体的精神的にどのような変化が起こるかって研究ならお前らにもいけるんちゃうか。経歴がすごすぎる。かっこいい。宇宙飛行士やるやつなんて金とか名誉のためってやつまずおらんやろ。そこ求めたらコスパ悪いなんてもんやないし。ニートですが気持ちだけは誰にも負けません。これまでの枠を取っ払い、優秀な人を広く募集した今回の選抜試験。その中で選ばれた2名が宇宙に旅立つときはぜひ注目し応援したい。次のスレでは一致がある疑問を投げかける。火星移住計画。これ、ワイらの生きている間に実現するの？火星に移住する計画の話はぼんやりとでも広く知られている話だ。アラブが2117年に火星に人口60万人規模の都市を作る計画を発表していたり、イーロン・マスク氏が火星への人類移住計画を語るなど、公に宣言されているものもある。火星移住計画って結局どこまで進んでいるの？火星の土から水とか酸素を作り出すところまでは。
NASA の火星探査機が採取した火星の土壌と二酸化炭素から、水や酸素を取り出す手法はすでに考えられているという。今後もこういった研究は進んでいくだろう。お前さんの年齢による。普通に若者なら余裕やろ。20代なんやけどいけるか？地下に施設作ってその中で暮らさなあかんからな。その施設作るのにどれくらいかかるかやな。飯や水の問題は？プラント作ればいけるやろ。随分簡単に言うんやな。プラントを作るための資材はどうするんや？レゴリスやろ。レゴリスってなんや？火星の地表にある土みたいなもののことや。まあ別に火星に限った話じゃないんやが。そんで、火星の表面にあるレゴリスから水と酸素を生成することには成功してんねん。だからあとはそれの効率化とかが問題になってくると思うわ。食料生産装置を開発中や。その材料はなんなんや。火星を住める環境にする技術があるなら地球を戻した方が早い定期。いや別に地球の環境問題のせいで火星に行こうとしているわけじゃないぞ。じゃあ何やねん。好奇心。環境問題も好奇心もきっと両方大事な理由だ。昔都市伝説の番組で2045年くらいに AI が発達して全人類が電脳化して火星に移住するってのを見たんやが本当に実現するんやろか。電脳化したらそれこそ移住する必要なくね。火星に水があったってネットニュース見たけど本当なんかな。火星にもかつては川のような水の流れがあったが、現在は宇宙空間や地殻内への流出により干上がってしまっているという。しかし最近では湖のようなものが発見されるなど研究は進んでいる。まず試しに人間以外を放ってテストしてみるか。ジョージ。ジョージが気になる人はテラフォーマーズを読んでみよう。50年後に月に居住空間作るらしい。電脳化は実現できるんやろか。都市伝説とかでよく人類の大半をマイクロチップにして人口問題解決とか言われてるけど。電脳化できて新しい自分になったとして、それが元の自分と同じなのかっていう問題が生まれそう。超能力とか魔法とかのファンタジーはいつか実現できるのだろうか。人生で一回くらいは使ってみたい。もう少し遅く生まれたかったわ。エネルギー問題はいつになったら解決するんやろか。原子力を使えば解決だけど使わせてもらえない定期。深刻なデメリットを排除できてない以上解決してるとは言わんやろ。特にないやろデメリット。精神的な話やからそこは納得しろとしか言えんわ。災害で爆発したら終わるやん。そんなこと言っちゃったら何にもできない定期。従来のものより安全性が高い原発を開発中という話もあるが、果たして。宇宙やトム食えないときつそうやな。ISS 内はタンパク質として蚕育てて食べてるんやろ。揚げたやつはフライドポテトぽいよな。砂漠すら緑化できんのに火星を住める環境にできるわけないやろ。多分イメージが間違えてる。IT ばかり発展して物質的な科学力ってもう停滞してるよな。アポロ計画が1970年だったのに未だに月より遠くに人間行けてないんやで。別に行けないんじゃなくて行く必要がなくなったんやろ。言うほど行こうと思えば行けるか。月より遠くって金星や火星やで。行くことはできる。帰りは知らん。地質などの調査は無人探査機によって進められるため、リスクに対して人が行く必要があまりないとの見方もある。しかし火星上陸の計画は今も進められており、物質や予算など問題の解決に向けて動いているようだ。移住云々の前にまず民間で手軽に宇宙に行ける時代が来てほしいわ。宇宙エレベーター待ちやな。うまくいけば2060年頃には行けるやろ。ロケット開発が進んでて軌道エレベーターのコストを圧倒してるからもう無理やろ。カーボンナノチューブより軽くて強くて安い素材が発見されない限り無理や。資源を向こうで自給したりあわよくば地球の資源の足しにできるのが理想やけど現状は地球の資源を使って火星を発展させなきゃいけないのがね。満州や朝鮮半島に金つぎ込みすぎて本国がボロボロだった大日本帝国を宇宙スケールで再現することになるやろ。砂漠に住めるようにする方が簡単そう。砂漠を緑化した日本人が銃、されて渋滞になったやん。これは実際に起きた事件で、アフガニスタンで井戸やダムなどの建設や、緑化事業に取り組んでいた日本人医師が、害されている。何らかの武装勢力による犯行のようだが、詳細は明らかになっていない。なんでや？貧富の差を生んだり権力バランス壊すからや。意味がわからん。なんで砂漠が森になると貧富の差が生まれるんや？砂漠を一斉に緑化できればそんなことは起きないんだけど現実はどうしても段階的になるだろ。水路を作って土地を改良して農作物取れるようにして長い時間かけて豊かにするわけだから緑化工事始まってすらいない人らは嫉妬するじゃん。火星が元地球説みたいなやつ好き。片道切符らしいけど頑張れよ。じゃがいもが作れればなんとかなる。ネットできなさそう。宇宙インターネット構築するんじゃね。実際 ISS ほどの距離なら可能やし、火星となるとインターネットのための衛星が何機もいるやろな。
火星人に捕まるやろ。今からでもやろうとしたらできるやろ。何しに行くねんってところと人道的な観点で難しいんだろうな。人がわざわざ行く意味があまりない。もう行くことは決まってる。定期地球から火星までの所要時間260日で行っても何もないとか行く価値ない。定期2022年なんてあの頃の SF みたいな数字になってきたのに、宇宙進出度合いはあの頃のまま。せめて月面基地くらいはできていてほしかった。スペース X とイーロンマスクを信じろ。ある程度宇宙開発が進めば進むほど人間は地球に閉じ込められるらしいぞ。もう地球の周りはデブリだらけで、そのうちロケットの打ち上げすら困難になるんだとさ。早く火星行かんと南極と北極の氷が溶けて陸がめっちゃなくなる。マジレスすると陸がなくなる主な要因は氷が溶けることじゃない。定期やめとけ。言ってもろくなことにならんぞ。課題は多いものの、人類が火星に着陸する日も遠くはないのかもしれない。火星に関する情報はどんどん更新されていくはずなので、これからもぜひ追っていきたい。続いてのスレでは火星に人が住める根拠について見ていこう。朗報、火星ガチで住める模様。火星の自転周期は地球のそれと非常に近く、火星の1日は24時間39分 35.244 秒である。直径は地球の半分ほどで、質量は地球の約10分の1に過ぎないため、火星の地表での重力の強さは地球の 40% ほどしかない。火星に資源はあるのか？水が足らんわ。喉が渇く。水と空気がないやん。昔はあったやん。今ないと意味ないでしょ。かつては火星で川のように流れていた水は今はなくなってしまったようだ。研究の結果、大半は鉱物となり地殻に埋まり、その他一部は磁気圏の関係で宇宙へ流出したことが分かったという。空気って一から作成できるん？できるで。火星には大量の二酸化炭素あるし。あとは水だな。水は作れるのか？地下に凍ってる水があるんやないっけ。 NASA の研究チームによると、火星の土壌には水蒸気が含まれており、これを冷却し水に変えれば人が使えるようになるかもしれないということだ。火星で一番高い山は2万メートルやで。登山家泣いて喜ぶやろ。エベレストの2倍以上やんけ。実際のところ関節してないし重力弱いし余裕やろ。海ないし海溝考えたら地球もそれくらいあったりして。火星で最も高いのはオリンポス山という火山だ。高さは 21.9km、 太陽系の惑星の中で最も高い山とされている。対してエベレストの標高は 8848m、 桁違いのスケールである。重力半分以下とか筋力落ちまくりそう。火星では筋トレ義務化されそう。イーロンマスクのあれっていつ？ワイが、沼江くらいに開拓されとるんやろか。なお生物が住めるレベルを振り切った寒暖差が致命的な模様。空気があれば解決できそう。テラフォーミングが散れば住めるやろ。テラフォーミングとは他の天体を人類が住める環境に作り変える計画のこと。火星はその有力候補だ。火星住めるようにするより地球の環境を維持する方が簡単。定期ジャンプしたら数メートルくらいの高さまで行けるんか。火星とかいうどう見ても炎属性の名前のくせに寒いとかいうわな。惑星を開拓して移住するのとコロニー建設するのはどちらが実現可能なんだろうね。文明が星間移動できるコロニー作れるレベルに達するか、その前に地球の寿命が来るかの二択やろ。地球が生存に適してる範囲から外れる前に脱出せんといかんからな。火星に逃げたとこでそんな延命はできんのやけど。重力が地球の 40% しかないってことは Y の体重が 40kg になるんか。そデブ？ 40kg はデブじゃない。地球やと 100kg やろ。一般的な体重計で測ればそう出るわね。もうちょい手頃な大きさの惑星をどっかからか引っ張ってきて、太陽挟んだ地球の真反対側に設置できんか。もしくは火星にそこそこの惑星ぶつけ続けて大きさ整えたり。火星移住、コロニー開発より難易度高いこと言うなや。テラフォーミングもすごい話だが、惑星を移動させるのはさらに無茶をしようとしていて面白い。放射線が降り注ぐのは火星のマグマが冷え切ってるからやって。大気が薄いからちゃうんか。火星の放射線量が地球より多いのは、火星の大気が地球の大気よりも薄いため、また地球のような強力な磁場が存在しないためというのが主な理由のようだ。水より磁場なんだよな。かつて水はあったけど太陽風で削り取られて大半宇宙に放出してもうたんやし。トータルリコールみたいに地下の氷を一気に蒸発させて大気作って住めるようにすればいいだけじゃん。なぜ今火星に大気がないのか考えた方がええやろ。そんなにあってもすぐ宇宙に大気が流出して終わりや。植樹しまくって光合成させまくればワンチャンあるで。十分な大気さえ確保できれば大抵の問題は解決できる。さっさとテラフォーミングしろ。地球が持たなくなっても知らんぞ。まだ深海の方が住みやすいんとちゃうか。
シュワちゃんが昔言ってたし大丈夫やろ。目ん玉飛び出るで。あのシーンだけ忘れられん。どうせ住めるように環境を作り変えるなら金星の方が重力近いしええやん。時点が、そうそい。光点より遅いし作り変える難易度が火星より高いしな。創作物だと火星に移住した人類と地球に残った人類が資源を求めて戦争する流れあるよな。マン博士、住めるぞ。SF 映画インターステラーに登場するマン博士。詳しくはぜひ映画を見てほしい。惑星間の移動を気軽にできんと移住どころじゃない。重力はどうしようもないやろ。40% は絶対無理。施設を建設すればその中でだけ生活することはできるかもしれんけど少なくとも地球みたいには住めそうにないやん。地球も毎秒 3kg くらいずつ水素を宇宙に放出しとるし火星サイズならもっと大気なくなるの早いやろな。3kg ってすごいな。火星にも大気は存在するが、地球に比べて薄くそのほとんどが二酸化炭素だ。仮に火星行けるとして最初の開拓者になりたい奴おらんやろ。どう考えても自己多発するし火星の資源が採掘されて繁栄されるまでの間に一生終わってるし。ロマンあるやん。北海道開拓くらいロマンある。ワイは行きたい。名を残せるなら行くわ。名が残るレベルなのは宇宙飛行士とか開発に携わる研究者で送られるだけの移住者は何千といる中の一人やから別に大したものじゃないんや。悲劇的な、でも迎えれば多少は残りそう。アメリカ開拓民も尊敬はされとるやろうが名前は残っとらんな。ビルグリムファーザーズって知らんのか？アメリカ屈指の名門と呼ばれる家系群やぞ。火星やら月の移住を検討するぐらいなら砂漠の緑化やら南極住めるようする方が圧倒的に簡単やからな。でも地球見ながら飲めるじゃん。火星から地球って見えるんか？何色なんかな？地球は青かった。近くで見たらそうらしいけど火星からじゃ太陽光の反射でしか見えないし。最近金持ちが宇宙目指しているのって地球脱出するためだよな。よっぽど暇なんやろ。金あってもできないことなんて宇宙行くのと、7位くらいだからな。大金かけて移住成功させても資金回収する前に独立されそう。何回か行ったことあるけど駅前は結構栄えてたな。でも火星に行ったら地球に二度と戻れないんやろ。別世界になってしまうわ。有人探査計画あるけど片道2年やぞ。戻れないやろね。戻れるようにするコストが無駄。火星移住から300年後とかなら行き来できるかもしれんけど。妄想するだけなら楽しいんだよな。コロニーみたいなの作ってそこから都市にしてってギリギリできそうなところがええ。アメリカで限定環境で隔離生活したら土、で酸素濃度低くなるは人間関係ギスギスするわで失敗してたな。その失敗のデータはかなり使われてるバランスらしい。土が、ぬんか。光合成の割合低くて土の中の微生物が先に、でダメみたいや。実験中止間際は食料もまともに作れなくて仕方がなく外部から食料入れてたくらいや。惑星を作り変えるより人類を作り変える方が簡単そうな気もする。てかまだ友人も実現してないんだな。火星は実は昔地球と呼ばれた星。大戦争を起こし住めない星に変えてしまい今の地球へ移り住んだ。そして今はまた同じことを繰り返そうとしてる。愚かなり人類。こういう設定好き。人間の体内時計の周期がうんたらかんたら。自分の脳データ化できるようになったらコンピューターさえ送っとけば光の速度で移動できるよな。脳だけ送っても体はなくね。完全機械化せんとあかんな。アバター作っとくんや。そういや火星に植物の種が入ったの打ち込んで大気を作るみたいな計画を愛の子供の頃聞いたけど結局どうなったん？火星の土は毒だらけなのが最近わかったらしいで。そんなに簡単にはいかん。毒ってなんや？鉱毒か。過酸化水素水。つまり殺菌消毒液だらけなんや。バクテリアが、ぬ。火星の土壌サンプルからは、生命体にとって毒となる成分が検出された例がある。ただそのことによる生命体との関連性はまだわかっていないようだ。地球以外で人間が住める可能性高いのってカリストやろ。カリストも大気薄すぎ問題がね。火星は人類にとって厳しい環境とはいえ、他の天体に比べるとまだ移住を考える上で現実的だという。ここからも火星移住について様々な意見が飛び交う。現実的に人間が移住できるようになるのは何年後くらいなんやろ。環境変化とか維持とかうまく進んで500年後くらいか。地球は人類のゆりかごというがゆりかごの中で絶滅する人類が外で生きていけるわけないよね。火星の大気はなくなったんやで。太陽からのエネルギーで剥ぎ取られて。だから大気を作ったり再生させるのは不可能なんや。極付近のドライアイス温めて二酸化炭素の大気を濃くしたら植物はいけへん。ダメやろか。酸素はこの前生成できたって言ってたな。大気を留める重力と磁場が問題やないか。
一時的に大気作ったところで太陽風で削られてすぐ宇宙空間に出てまうんや。だから磁場を作ることによって太陽風からまず星を守ることが先決なんや。地球はそうやって守られてるんやで。まあせやろが元の薄い大気に戻るまで数千万年とか1億年単位ちゃうか。千年ちょっとで一気に二酸化炭素濃度上げたら人類の時間スケールでならなんとかならへんやろか。火星に住むってのは実験だよな。太陽が膨張してうんぬんなんてなっても火星なんて高が1億キロメートル程度しか地球と変わらんし誤差みたいなもんやし。あと何百年後かの人類はかつての大航海時代のごとくどんどん宇宙へ繰り出していろんな惑星に移民するんやろな。ほんまその頃の人が羨ましいわ。じゃがいも育てなきゃ。使命感。太陽基準で考えるからいかんのや。他の星系なら恒星から受ける温度もちょうどいい地球みたいな岩の星あるやろ。ケプラー 1649C やね。高速で移動したらたった300年やから近いで。あ、高速で宇宙渡航できる頃には人類 F になってそうやし本人が行くこともできるやろ。冗談やなく。もうそれは人間じゃない気がするのね。重力解明できればマジでワープできるかもしれないよ。重力は空間の歪みって考えあるし。重力強くして空間を畳むように歪ませることができたとしてそれほどの重力に人間が耐えられないってのが一番のネック?宇宙開発に対する熱意って20世紀より劣化してないか。莫大な金がかかる割に旨味が少ないじゃない。火星に行きました言うてもだからどうしたとしかならんし。国家事業としては大体現実的にできることが軒並み終わってもうたからな。民間事業として宇宙遊泳みたいなのを売りにして金持ちから金集めるくらいやろな。火星の中身はどうなっとるんや地球みたいにマグマとかあるんか。鉄が固まってるらしい。地球は核の鉄が動いて磁界を発生させてるんだけどそれが火星では弱いからそう考えられてる。途方もない時間と金かけて惑星改造するより電脳化と擬態化技術で人の意識が宇宙に対応したロボットに移る時代の方が早いやろね。中国あたりなら最速最短ルートでやってくれるやろ。人類って地球以外の星の中でまだ月にしか降り立ったことないんやろ。意外としょぼいよな。惑星に移住なんて夢のまた夢な気がする。人類が生きてたならもっと恒星に生まれたかったよな。Y が生きてる間に宇宙の 0.0000001% くらいの謎しか知れんのは惜しい。火星のことを知るにつれ、地球は奇跡的に生物が生きるのに適した星なのだと実感する。この星を去るというのはまだ想像できないが、いつかそんな日がやってくるのだろうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。火星移住について、皆さんはどう思いますか?そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。